じっくりエコチルのコーナーです。このコーナーはエコチル電子版に掲載された特集記事をじっくり学んでみようというコーナーです。今回の取り上げるテーマはみんなでデコ活アクション、移動をエコにスマートムーブを始めようです。今月も環境省地球環境局デコ活応援隊のユッキーさんが詳しく教えてくれますよ。ユッキーさん、よろしくお願いします。おはようございます。デコ活応援隊のユッキーです。今日もよろしくお願いします。ユッキーさん、今日も可愛らしいお仲間と一緒ですね。これはね、あの新入生です。4月から新入生、はい、かわいいです。たぬきちくんとのうさぎのうさきち。わー、お二人ともとってもかわいいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速始めたいと思います。今日は青くなります。皆さん、4月になりましたね。皆さんが通っている学校でも担任の先生が変わったりクラス替えがあったりして、新しい環境で過ごしている人も多いと思います。私が働いている環境省でも人事異動といって、一緒に仕事をしている人たちがたくさん交代したんですよ。ですので今は新しい職場で毎日毎日一生懸命に仕事をしているところなんです。ユッキーさんも新しい環境でお仕事をしているんですね。そうなんですよ。皆さんも新しい環境で緊張したり不安を感じたりすることもあるかもしれませんが、無理せずにゆっくり慣れていって新しい友達を作って楽しんでいきましょうね。そうですね、私も新しい友達を作りたいです。いいですね。それでは、そんな春のフレッシュな気持ちで今日の本題エコチル電子版の記事を解説していきましょう。はい、よろしくお願いいたします。今日のテーマは移動をエコにスマートムーブを始めようです。春になって外で遊ぶのが気持ちいい季節になってきました。ご家族やお友達と お出かけする機会もこれから増えていくと思います。そんな時に電車やバス、自転車を使ってエコにお出かけしてみませんかっていうのが今日のテーマになります。この図を見てください。上から自家用自動車、飛行機、バス、鉄道と書かれたグラフが並んでいます。これは一人の人を 1km 運ぶのに出てしまう二酸化炭素の量なんですね。自家用車よりもバスの方が少なくて、鉄道がとても少ないことがわかると思います。鉄道は電車のことなので、電車が走っている地域に住んでいる人は電車を使うととても環境に優しいということなんですね。あとこの表にはですね、私たちの心がけたいことをまとめています。1つ目、公共交通機関を利用しようと書いてあります。電車やバスが走っていたらぜひ乗ってみましょうね。普段は車でお出かけしているところに電車やバスで出かけてみると新しい発見があるかもしれませんよ。2つ目、自転車、徒歩を見直そう。歩いて移動すれば二酸化炭素が出ません。究極のエコ移動です。ちなみに人の呼吸で出る二酸化炭素は地球温暖化の原因になるような量ではありませんので、全然気にしなくても構いません。3つ目、自動車の移動を工夫しよう。自動車に乗るときはエコドライブをしたりエコカーを選ぶようにした方がいいんですね。4つ目、長距離移動を工夫しよう。遠くに旅行するときは電車で移動して現地でレンタカーを借りたりすると自動車の移動が少なくなって環境に優しい旅行ができます。5つ目はちょっとこれ長くて読みにくいので、まとめて言うとですね、自転車や車を買うのではなくて借りて使うサービスをうまく使ってみましょうってことが書いてあります。あと次にですね、皆さん自転車よく乗ると思うんですが、それを使うときに注意してほしいことがあります。6つあるのでこちらから説明しますね。1つ目は歩道は歩行者優先です。歩いている人の邪魔にならないようにしましょうね。2つ目はヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。
3つ目は交差点では信号を守って左右をよく見て安全を確認してから進むようにしましょう。4つ目、夜は必ずライトをつけましょうね。5つ目、2人乗りをしたり横に並んで走るととっても危ないのでやめましょう。あと6つ目、中学生になったら車道を走りましょうというところになります。ということで、あっという間に時間になってしまいました。説明がもう終わっちゃいました。本日もありがとうございました。はい、ゆうきーさんありがとうございました。実はですね、私今回で、最後の出演になるということになりました。昨年からですね、合わせて8回ですかね、このコーナーでお世話になりまして、あの歌も歌わせてもらったりしてありがとうございました。本当にゆうきーさん、これまでで枯渇について分かりやすく楽しく教えてくださりありがとうございました。とっても寂しいですね。デコ活応援隊はまだ続けてますので、また皆さんとどっか地域とかで会えれば嬉しいなと思ってます。はい、ということで最後は大丈夫ですかね、時間が短縮ですけど、歌ってください、聞きたいです、はい、リクエストがないと思いますが、デコ活の歌1と2をですね、最後は ありがとうございます、寂しいね、寂しいですね、僕も寂しいです、春なのにみたいな感じですね。はい、ちょっとデコカトのと1と2歌いますので、皆さん覚えてですね、デコカツアクションを日々やってくださいね。デコカツ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 、電気も省エネ、断熱住宅、こだわる楽しさ、エコグッズ、感謝の心、食べ残しゼロ、つながるオフィス、テレワーク、デコデコデコカツ、デコデコデコカツ、できることから始めてみよう、これから始まる楽しい暮らし、輝く未来へ歩き出す、作っていこう僕のデコ活。みんな元気で頑張りましょうね。ありがとうございました。ゆきーさん、ありがとうございました。これまでのじっくりエコチルは、エコチルの YouTube チャンネルからまとめて見ることもできますので、ぜひ確認してみてくださいね。